どうやればいいんだ。まったくわからねえぞ。さあ、何の祠？ルヨタウの祠。今度どんな感じかな。またあれかな、パズル的な感じかな。いつもなんか自動的に入っていってくれるとばっかり思ってしまう。ほい、来た。あ、パズル系っぽいね。祠を訪れし者よ、我はルヨタウ。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。門をくぐる者。門をくぐる者。ここに鍵が。え、鍵、あれか？ん？なんか横通っていけそうなんやけど。向こう側なんもないか。とりあえずちょっと、ん？中になんかあったりとかせんよね。全然門くぐってないけど。え、こっちに来たところで何もないのか。あ、こっち側になんか弾を入れるところがあるけど、その弾は一体どこにあるんだ？まあ、とりあえずこの門をくぐれということかな。行きまーす。足場とかあるんかな、どっか。これってあれよね。ある程度頑張りゲージがなかったらさ、なんか途中で溺れそうじゃない？あ、そっか、アイスメーカー使えばいいんか。ちょっと引き返したいんやけどさ、これ大丈夫？引き返せる？途中で溺れたりしない？あ、でもここ、どうなん？あ、まあ一応帰れたけど。あっこさ、この辺別に弾が沈んどったりとかせんよね。ん？うん、別にビタロックでも、ビタロックじゃないわ。マグネキャッチでも何もないやろ。ふんふん。アイスメーカーを使っていこうかなと思ったんやけど、でもさ、どうなん？ちょっと待って。落ちた落ちた。ここにアイスメーカー作ったところで、あれ？いけんくね？あ、これ、ん？いや、これなんか関係あるんかな？別に関係なさげやね。え、関係ある？マグネキャッチ。いや、関係ないぞ。全くもって、ビタロック。ビタロックでなんか止めれそうなもんとかある？鍵。いや、別に何も止められねえ。何も止められねえ。なんかどこかしら、この辺からアイスメーカーとか使ったりできるんかな？いや、できんわな。全くもってできんわな。あっこの上にあるんか。弾。あれ多分そうやろ。どうやって行けばいい？これ。だってさ、水中、水の中に追ってアイスメーカーって使えんやんか。へえ。この辺なんか動かせるとかそういう。いや、動かせんよね。動かせんよね。あの辺、あれが届けばいいんやけどな、届かんのよね。爆弾。爆弾でなんか、丸い方にしよっか。は。違う。爆弾をほい。そこに、あ、ひっくり返った。え？あ、す、え？え？鍵穴の意味は？門をくぐるものというのは？くぐってないんすけど、この門のことかい？こういうことでよろしいの？あとはもうこれ。は、これマグネキャッチいけるんやっけ？違う違う違う。
いや、マグネキャッチいけんね。いけんってことは、このまま普通に投げ入れんっていかんのか。いや、投げ入れれないんですけど。違う違う違う。は、無理じゃね。なんか器みたいなの置いてない。どっかさ。あれは、ちょっと待って。あれマグネキャッチで取れんの？あ、そっか。ちょ、待ってね。押すボタンが違っとった。押すボタンが違っとった。とりあえずこれ、開きます。お、なにこれ？風切り羽の剣？リト族が使う両刃の剣。空中でも素早い動きができるように、軽量化する工夫がされている。あ、素早い動き、いいね。攻撃力15って書いとった。15。旅人の剣いるんよね。トゲモリブリンバットいらんかな。いや、でもこれ強いんよね。騎士の剣。無心の体験。兵士の両手剣20。ちょっとこれ諦めようかな。とりあえず新しいのゲットしていくわ。ほいほい。あ、ってことは、これも、押すやつが違っただけじゃないのか。そう。これをちょっと足場に。はっ、はっ、や。上がれないか。え、これ、あ、向こう側なんかはしごかかっとんやけど。え？あたしがこの中に入るのか？待って待って待って、どうやるんだ？これもう一回あれかな？もう一回リモコン爆弾を使って、なんかこの辺、くそ。え、どこから帰ったらいいんだろう、これは。こっちか。こっちから戻れるんか。戻れね。戻れないんすけど、どうしたらいいんすか、これ。戻れなくなった、戻れなくなった。こっちからは戻れる？向こう蓋されてる。あ、こっちから戻れるね、多分。戻れるっぽい、戻れるっぽい。ああ、よかった。ああ、焦った。これでもう向こう、別の方向から行くってことかな。ちょ、待ってね、とりあえず。この弾を持って、こっち側に戻ってきます。ほんで、こっち側に戻っ、やべえやべえ。こっち側に戻ってきて、また爆発させるとかかな？それとも、こっちから投げ入れれなさそうよね。投げ入れれないっすよね。なんか、この辺からや、できるとか、そういう、あれじゃない？ここに、この弾をこう置いて、んでまたこのリモコン爆弾。なんだ、どこで爆発した？水中か。こう、まあ、そっと置いて、これでまた爆発させたら、くるって向くとかいうことはないのかい？ないっすね。そして、弾はどこへ行った？え、弾消えた、弾消えた。え、弾消えたよ。弾がなくなりました。どこ行ったの？吹っ飛んだんかな？あー、あそこに。こんなところに。あの上のところにやったら、まあ、ただし、その上のところにどうやってやるんだかわかんないけど。こっち側からか？いや、だからやっぱり無理だな。はっ。どうやればいいんだ。まったくわからねえぞ。そこの宝箱もどうやって取るんやろ。マグネキャッチかな。いや、多分できない。できないよね。できないよね。ねえ、どうやってそこに行けばいい？私。
ここに来たのすらミラクルなんだけど。なんか他にこう動かせそうなものとかもないもんね。あ、そこは。あ、違うか。なんか一瞬ちょっと壁の色そこだけ違うかなって思ったけど別に違わんわ。あ、こっちから行けるやん、これ。ってことは向こう側も行けたりとかしてんかな。ちょっと待ってね。はい。開く。まさかの普通に。小さな鍵、試練の祠の中にある扉を開けることができる鍵。なんか鍵ゲットしたんですけど。え？ほう？え？鍵ゲットして、なんだ？ってことは多分もう一回ひっくり返して、普通に正面から入らんといかんってことかな。これ出たら鍵なくなるんかな。ビタロックで飛ばす？あ、その方法はあるかもしれんね。ちょっと待って。どうかな？壊れそうよ、トゲモリグリンバット。ちょ、待ってね。あー、もういっか。あー、くそ。ちょ、待って。待って、それ拾えないから、私。もう、これはどうすれば。これは、これ一旦外出た方がよくない？あの、水の中落ちちゃったらさ、積むから。マジ積むから。多分これ外に出たらこの鍵消えるんやろうな。ねえ、絶対そうよね。くっそ。ちょ、出ます。さあ、多分元通りやろ。あ、鍵持っとるやん。え、これ鍵持っとんやったらさ、普通に一回外出た方がよかったんやない？ねえ。はい、これで、鍵開けまーす。あ、で、普通の状態やったらこんな感じなんや。んで？え、んで？これはなんか、一旦外に出ること前提でやっていくんかな？そういう感じなんかな。だってこれでさ、これで、あの、ここの中にさ、ポイって入れるやんか。ちょ、待ってね、届くこれ。はっ。うー、よろしくない。うー、危ねえ。待って、こっち側から入れた方がいいかな。入る？どっち側から入れても距離変わらんかな。違うって、自分が飛び込むんじゃないって。拾えねえ。待って待って待って、どんどん押し流していくから、それ。はい。あ、これ爆弾で爆発させた方がいいか。爆発させた方が取れるか。ちょっと待ってね。はい、リモコン爆弾。これをちょっと、方向が違う気が。あ、ひっくり返ったって。それ、ちょっとまだひっくり返っちゃダメなやつ。ちょ、もう一回。よし、これで、扉は開いた状態。よし。そっか、こういうのってクリアするためにあれかな。こういう、一回出るっていうことも、考えてやらんといかんってことなんかな。はっ。とりあえずこれでいけるやろ。はい。これで、出てきましたけど。待って、やり直し。やっぱここしか思い浮かばんな。こっち側からなら簡単にいけるよね。で、あと爆弾をこっちから入れればいいんかな。丸い方がいいよね。まあ、どっちでもいいけど。はい、これで。これで全然ダメだし。
間違えた間違えた。はっ。あ、これで行った。ああ、もうやっと行ったよ。遅いよ。入った？おお、なんか出てきた。ん？それに突き上げられて上に飛んでいくのか。なんか勢いすごくね。さあ、来い。あ、この宝箱取ったやつよね、多分。え、取ったやつやろ、あれ。あ、うん、開いとるね。え、ゴールはどれ？なんかあの辺？あ、さらに上なんかな、もしや。あ、あれか。え、あれはいいんやけど、これ何？さらに。ちょ、待って。これでさらに上まで飛ばなあかんのやね、多分。はい。で、これの上に。え？え？これ、ここからどう行けばよろしいでしょうか。なんか他に行けそうなとこないよね。お？え？なんかせっかくあ、もしかしてこれまたひっくり返せるか？わからん。ちょっとやってみるだけやってみようか。はい。とりあえずこれで。いや、何もできませんけど。ここに置いたらまたひっくり返せるとかそういうことかな。ちょっと待ってね、こっち。あ、これで元に戻らない。いや、元に戻らないけど。あ、でもそうよね、これ。多分これで、これでまた何？外に出るの？外に出て多分また正しい方向に戻さんといかんのやろ。え、そういう、え、そういう仕掛け？これって。何をどうやればいいんだ。ここまでは来れた。そうよ、ここまでは来たんよ。この中に入るんかな？この中に入ったとして、別になんもないんよね。とりあえずここから普通に出られるわけやけど。で、またあの上にも普通に上がれるやんか。何をどうするんかな、これ。はい。ほんとこれでそこを吹っ飛ばしたとしても別に何もならんやろ。ちょっと待ってね。別に特に何も変わらんし。鳥肌立ってきた。え、怖っ。今までずっと勢いで回しよると思っとったのに、あのスイッチ、あれが爆風に当たって勢いよったってこと？怖い。何？私の勘違い怖っ。え、天井に頭を打つだけなんやけど、これ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。